マジで別人。神と恥じつけにネット衝撃。日曜劇場、海に眠るダイヤモンド、初回、ネタバレあり。俳優の神木田修介が主演を務める TBS 系日曜劇場、海に眠るダイヤモンド、毎週日曜9の第1話が、ニズンクに放送された。以下、ネタバレを含みます。本作は、1955年からの石炭産業で躍進した長崎県端島と、現代の東京を舞台にした70年にわたる愛と友情、そして家族の壮大な物語で、戦後復興期から高度経済成長期の何もないけれど夢があり活力に満ち溢れた時代にあった家族の絆や人間模様、青春と愛の物語を紡いでいく。同時に現代の一見して何でもあるけれど若者が夢を持てない時代を描き、過去から現代に通じる希望を見つけ出す時代を超えたヒューマンラブエンターテインメントを繰り広げる。第1話は私と結婚しない。2018年夏、東京。その日暮らしのホストレオは、出会ったばかりの怪しげな婦人、泉から突然プロポーズされる。ホストクラブに案内すると、レオのために代金を使ってくれる泉。都合のいい客に巡り合ったレオは、落ちつつ再び現れた泉の誘いに乗って、軽い気持ちで長崎を訪れる。フェリーに乗る二人だったが、近づいてくる端島を前に、泉は思いを馳せて。1955年春、長崎県、端島。炭鉱員、イティビレの家に生まれた青年、テツペアは、当該の大学を卒業後、島の炭鉱業を取り仕切る多摩工業の職員として、端島に戻ってきた。同じ大学を卒業した幼馴染の賢秀と、ヘカイコも帰島した。テツペアの兄、シンピア、島の食堂の看板麺、朝子、鉄兵の母、春子ら、みんなが鉄兵の祈祷を喜ぶ中、一兵だけは激怒する。さらに、高場工業の職員で賢秀の父、達雄も、また、息子の就職先については思うところがあるようだ。同じ頃、端島に謎多きリナ、池田エライザが降り立つ。歌手だというリナに、興味津々の鉄兵たちだが、というストーリーだった。未来への希望と活力に満ちた高度経済成長期の端島と、どこか閉鎖感が漂う現代の東京。70年の時を超え、2つの異なる場所をつなぐ若者たちの物語。ネットでは、ホスト霊王と端島に戻ってきた青年鉄兵の一人に役を演じる神に注目が集まった。視聴者からは、一人に役やばいな。印象が全然違いすぎる。鉄兵とホスト、余裕で別人に見えるからすごいな、神木たしけ。神木くん声が全然違う。すごすぎ。神木くんの役の振り幅がマジですごすぎる。神木くんマジで別人じゃん、演じ分けすごすぎる。神木くんのホストの喋り方が絶妙に癖になる、などの声が寄せられている。